キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。うーん、冬はやっぱり寒いな。くまりん、おはよう。おはよう、ビビ。冬休みなのに学校で何するの？それはね、お宝ゲット。校長室に潜入。お宝？スパイになりきって校長室にあるお宝を手に入れるイベントがやってるんだよ。スパイ？楽しそう。二人で協力してお宝をゲットしよう。うん。あれ？校門が閉まってるよ。何か開ける仕掛けがあるのかな。あ、本が置いてある。読んでみるね。クイズ。この中で一番寝ている時間が長いのはどれ？1、コアラ。2、ナマケモノ。3、キツネ。寝てるの見たことないからわからないよ。一緒に考えてくれるお友達はいいねを押してね。うーん、ナマケモノ。コアラ、勝手に答えるな。わー、しかも不正解じゃねえか。ひどい目にあった。間違えたら落とされるんだね。怠け者じゃないならなんだろう。多分コアラかな。通れるようになった。早速潜入開始だ。丸い黒板寺。丸い黒板寺に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。ヘビーさんが見回りしてる。見つからないで校長室まで行かないとね。見つかったら怒られるかな。これはイベントだから怒られないけど、2回見つかったら失格みたいだよ。なんですと？慎重に行かないと。なんとか校長室まで来れた。この調子ならすぐにお宝ゲットできそうだね。なにこれ。このレーザーに触れると警報が鳴るから絶対に触っちゃダメだよ。宝箱まで行くの難しすぎるよ。ほら、急がないと警備員が来ちまうぜ。急がないと。それ危なかった。あともう少しだよ。これどうやって進むの？くぐり抜けるのは難しそうだね。戻って別の作戦を。ビビ、ここまで来て引き返すのは嫌だよ。くもり？そりゃダメだった。ってやっぱりダメじゃねえか。攻略しないとだね。よし、やるぞやるぞやるぞ。おい、大きな声を出すな。うーん、何やってんだよ。スタート時点に戻されちゃったよ。あと1回でも見つかったら失格になっちゃうよ。何かいい方法はないのかな。いい方法。誰？変なおじさんが出てきたよ。おじさんが秘密のルートを教えてくれるみたいだよ。本当に？ただし、ゲームに勝ったら教えてあげる、だって。ゲームでも何でも任せて。じゃあ早速始めよう。動物釣りバトル。自分の色の陣地に動物を釣り竿で入れて、点数の多い方の勝ち。豚は1点、牛は2点。相手の陣地から釣り上げても OK だよ。頑張ります。準備はいい？よーい。それそれそれ。黄色がクモリンの陣地で、青がおじさんの陣地だね。なかなか難しいな。クモリンファイト。ああ、おじさんに動物取られたよ。奪うのもありのルールだからな。もう怒ったぞ。終了。それじゃあ結果発表だよ。クモリン8点、おじさん12点。おじさんの勝利。俺が代わりに勝ってやるからな。おらおらおら、もうらいい。ほへー、そりゃー。終了。結果発表。ビビー15点、おじさん6点。ビビーの勝利。やったー。ビビー強すぎるよ。でもこれで秘密のルートを教えてもらえるよ。おじさん、早く秘密のルートを教えて。
密のルートがあるみたいだよ。よし、ここから潜入するぞ。換気口の中はさすがに見つからないよね。なんだか本物のスパイみたい。静かに、下に警備員さんが歩いているよ。お口チャック。ふう、もう行ったみたい。苦しかった。なんで息まで止めてんだよ。校長室の真上に着いたね。下を覗き込めるよ。ちょうど真下に宝箱があるね。早く降りて宝物ゲットしちゃおう。でもどうやって降りればいいのかな。はいはい、僕に考えがあります。ワイヤーで天井からお宝ゲット作戦。へえ、なかなかやるじゃねえか。クモリン天才です。よし、宝箱の中を開けてみよう。はいはい。変身薬？バナナじゃないの？これを飲んだら数分間誰にでも変身できる薬みたいだよ。文句はバナナが良かったのに。お宝も手に入れたことだし脱出しよう。うん。どうしたの？このワイヤー上から上げてもらわないと登りにゃい。え、二人とも降りたってことは、ペヘペロ、戻れねえじゃねえかよ。どうすればいいの？俺が聞きてえよ。あれ、足音が聞こえない。やばいぞ、誰か近づいてきてる。おー、こうなったら。おい、何飲んでるんだよ。警備員さん、異常はないから見回りを続けてくれ。校長先生に変身すれば怪しまれないよね。なるほど、これで学校から出られるぞ。って、ちょっと待てよ。どうしたの？俺たち、校長室のお宝を手に入れるために潜入したんだよな。そうだよ。で、お宝は変身の薬だったんだよな。そうだよ。その変身の薬はお前が飲んじまったんだよな。そうだ。で、ちょっと待って、そうだ。次はバナナを入れといて。まあ、スパイごっこ楽しかったからいっか。第1回100円の家と100万円の家で24時間生活。イエーイ、楽しみ。どっちも入れるのは1人まで。さあ、選んで選んで。それなら僕は100円の家でいいよ。2人とも決まったね。じゃあお家の前から24時間スタートだよ。オッケー、行くよ。よーい、ドーン。やっほー、100万円の家だ。これで僕もお金持ちの仲間入りだね。でもこれどっから入るんだろう。あれ、ここかな。開かない。これどうやって開けるの。僕も100万円の家に住んでみたかったな。でも24時間だけだし、なんとかなるはず。まずは軽く部屋の中を見てみよう。おー、サンさんはもうお家に入れたみたいだけど、クモリンはまだ扉の前で苦戦してるみたい。頑張れクモリン。100円の家なのにキッチンもリビングもついてて意外と悪くないかもしれない。お昼だからお腹も空いてきたな。ご飯はおっと、リンゴとパンだ。これを食べてゆっくりしようっと。もう暗証番号がないと通れないの。あ、適当にやったら開いた。うん、鬼は広い。これなら一日過ごすなんて余裕だね。まずはお昼ご飯を食べにキッチンに行きたいな。広すぎ。右、左、どこにあるの。サンさんはお昼ご飯タイム。クモリンはあの広いお家からキッチンを探し出すことはできるかな。お腹も満足したし、外に出て遊ぼうかな。今日は暑いから水遊びしよう。とっても気持ちいい。あ、フロアの案内図。キッチンは
人とも楽しんでるみたいだし、このまま最後まで満喫してもらえるといいな。テレビゲームをしてすごそう。テレビゲームは暇つぶしにはもってこいだよね。他の階には何があるんだろう。階は4階まであって、その上が屋上になってるってプリルが言ってた気がする。屋上って何あるんだろう。あった、エレベーター。でも使用するには暗証番号が必要。ああもうめんどくさい。屋上くらい外の階段で行ってやる。サンさんはゲーム中、クモリンは外階段で屋上。100万円のお家は広くて豪華だけど、その分セキュリティもしっかりしてるから慣れるまで過ごしづらいのかも。あー長すぎでしょ階段。もうヘトヘトだよ。それで屋上にはプールたくさん登って汗かいちゃったからちょうどよかった。一休み一休み。あれもう夕方だ。夜ご飯はどうしよう。あ、そうだ、さっき水遊びした池で魚を釣ろう。よし、10匹くらい釣れれば十分かな。かまどでじっくり焼いて。できた、焼きたてのお魚最高。もう1日の半分以上が経過したよ。2人とも頑張れ。夜ご飯食べたら眠くなってきちゃったな。することもないし、今日はゆっくりベッドで休もう。もう夜だ。夜ご飯ってさっきあったやつ全部食べちゃったからないじゃん。どうしよう、これじゃあ夜ご飯抜きだよ。今から外に出ても危険だし我慢するしか。あー僕もう寝る。寝室は2階遠いよ。もう階段嫌だ。あ、寝室見っけ。うわー、ベッドでかい。こんな広いベッドで寝るの初めて。おやすみなさい。2人とも寝ちゃったみたいね。よく寝た。朝ごはんは昨日残してたパン。ゲームの続きをして遊ぼう。学校から脱出しなきゃ僕たちも丸焦げになっちゃうよ。
だよ。ここは水に落ちなければいいだけなんだね。何あれ、わかんないけど危なそうだね。えい、あ、やっぱり触っちゃダメなんだよ。ジャンプしてかわせばいいんだね。早くて間に合わないよ。今だ。なんで失敗失敗、また隠し通路だ。うーん、どっちだろう。これは迷いそうだね。あー、行き止まりだ。うーん、こっちだ。ちょっと抜け出せた。クモリン天才です。あー、なんで緑のに触ったの。緑色の触っちゃダメなんだ、忘れてた。おー、気をつけてよね。今度は何、地面すり抜けたよ。きっと一個だけ渡れるんだよ。なるほど、じゃあこれ。あ、ちょっと違ってたら大変だったよ。大丈夫大丈夫。今度は紫色の液体だ。毒みたいな色だね。落ちないようにね。細い道は絶対ゆっくり渡ってね。それは落ちた方がいいやつ。不利じゃないわ。ドアが5つ。外に出られるのかな。あず、部屋が燃えちゃってるよ。ここもむやみに開けちゃダメだよ。ここも一つだけ正解なんだよ。じゃあここ全然勘が当たらないよ。今まで勘でこれたのがすごいよ。これってまさか。そのまさかだね。どれだ、外れた。じゃあ右。クモリンの勘ダメダメじゃん。おかしいな。僕に任せて。よし、正解だ。サンサンナイス。トイレからピンクの液体が出てる。僕ちょっとトイレ。大丈夫？ここにもピンクの液体があるよ。これは危ないね。びっくりして漏れるところだった。今度はマグマ？まあ、このトイレの下ってこうなってるの？そんなわけないでしょ。先生、出口どこ？トロッコに乗ってたって。これか、楽しそう。出口までレッツゴー。ガタンガタン、ガタンガタン。これは楽ちんでいいね。ゴールだ。到着。まだ出口じゃないの。この赤いのは踏んじゃダメだよ。上上がったら外に出られるかな。これまた選ぶやつじゃない？じゃあバナナイエロー一択でしょ。ここはポカポカ、太陽の赤だよ。イエーイ！バナナが負けるにゃんて。これは勝ち負けじゃないでしょ。そうだ！やっと出られた。あれ、これって学校の裏にある山だよね。学校の地下からこんなに移動してきたんだ。先生も無事に脱出できたんだね。まさか一番最後に山登りしなきゃいけないなんてね。もうヘトヘトだよ。どっかにバナナないかな。早くお家に帰って食べよう。うん、パパッと登ってやる。この池は落ちたら大変だね。落ちないように、ぴょんぴょんぴょん。あとちょっと。くもりナイス。まだ学校燃えてるね。屋上まで燃えてるじゃん。でももうすぐで消防車が来るみたいだから、これで安心だよ。あー、どうしたの。おやつのバナナ教室に置いてきちゃった。さすがにもう丸焦げだね。そうだ、みんな火事には気をつけて。さん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 、どうしようどうしよう。そんなに慌ててどうしたの。サンさんの銅像が大変なことになってるんだよ。僕の銅像が。いいからこっち来て。なにこれ。サンさんの顔がピエンになってる。僕のかっこいいお顔がへんてこな
それじゃあ取れるわけないよ。ブロックは壊さなきゃなくならないでしょ。
2問目も行ってみよう。行こう行こう。2問目、近づくと爆発するモンスターは？ゾンビかクリーパー、どっちだ？これは簡単じゃん。せーので言おう。いいよ、せーの、クリーパー。なんでやねん、爆発するゾンビとかいそう。いないわ。正解はクリーパーだよ。ほら当たった。間違えないようにね。3問目、マイクラにある食べ物は？バナナ。もうだからないの、バナナは。なんでないのさ。知らないよ。正解はリンゴでした。みんなはクイズ解けた？クイズ全部解けたよっていうお友達はいいねを押してね。3つの試練もクリアだね。ということは、うん、どうしてこんなことしたの？そうだよ、意地悪は良くないよ。あと遊びたかったピエン。なんだ、そうだったんだ。それなら僕たちの町で一緒に遊ぼうよ。いいんだピエン。いいよいいよ、レッツゴー。最後はピエンの銅像を一緒に作ろう。まずは大きな黄色の円から作っていくよ。トン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 、カン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 。いい感じいい感じ。ほら、綺麗な円ができたよ。ここに目をつけていこう。黒と白のコンクリートを使うよ。両方とも同じように作ってね。黒い円の中に白いコンクリートを使って目をうるうるしてるように見せるよ。本当に泣いてるみたい。似てる似てる。眉毛は茶色のコンクリートを使って困ってる眉毛にして。いいね。最後に口を作るよ。黒のコンクリートでお口を。にっこり笑ってるお口を逆さまにしたような感じだね。これで完成。ピエンピエン。みんなもピエン、よかったら真似して作ってみてね。ありがとうピエン。どうせならまたみんなのことをピエンにしちゃおう。そんなことさせるか。そうだ。